ファンホームある家族の悲喜劇は2006年に刊行された自伝的漫画である。作者はコミックストリップ作品Dykes to Watch Out Forで知られる漫画家アリソン・ベクダル。2011年には日本語に翻訳され、2017年には新装版が刊行された。米国ペンシルバニア州の田舎町における作者の子供時代と青年時代を描いており、特に父親との複雑な関係をその焦点に置いている。本作で扱われるテーマには、性的指向、性欲あり、自殺、心理的虐待、機能不全家族における育ち、そして自身と家族を理解する上で文学が果たす役割がある。作者が自らポーズをとって、人物の資料写真を撮るという労力のかかる制作方式をとっていたこともあり、本作の執筆には7年が費やされた。ベクダルは、後に母親との関係を扱った作品Are You My Mother?Aコミックドラマも描いている。ファンホームは、一般読者からも批評家からも好評を博し、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに2週間にわたって名を連ねた。ショーン・ウィルジーはニューヨークタイムズサンデーブックレビューで2つのジャンルに様々な面で新しい地平を開く先駆的な作品と評した。本作は複数の媒体で2006年のベスト書籍リストや2000年代のベスト書籍リストに挙げられた。全米批評家協会賞やアイズナー賞3部門など複数の賞にノミネートされ、アイズナー賞1部門で受賞した。フランスでは、リベラシオンがミに連載されたほか、アングレーム国際漫画祭で優秀作品賞候補に選出され、本作を主題とする学術的会議も開催された。コミックに真摯な学問的栄意が捧げられるようになってきた風潮もあって、電気研究やカルチュラルスタディーズなどの学術的文献で本作が取り上げられることも多い。子供向けと考えられているコミックというメディアで同性愛のような題材を扱っていることで本作はいくつかの論争を生んできた。ミズーリ州のある公立図書館は地域住民の抗議を受けて5ヶ月にわたって書架から本書を除去した。また、ユタ州とサウスカロライナ州の大学では本書の利用に抗議が寄せられた。2013年、本書を原作とする同名のミュージカル作品がザ・パブリック・シアターで上演され、3ヶ月余りにわたって公演が続けられた。脚本と作詞は、オビー賞を受賞した劇作家、リサ・クロン、作曲は、トニー賞にノミネートされたジニーン・テソーリによる。演出は、サム・ゴールドであった。この公演は、レズビアンを扱った初めてのメインストリーム、ミュージカル作品とされた。ミュージカル作品、ファンホームは2014年のピューリッツァー賞戯曲部門の最終選考に残り、またルシール・ローテル最優秀ミュージカル作品賞、ニューヨーク演劇批評家協会賞最優秀ミュージカル賞、オビー賞ミュージカル作品賞を受賞した。2015年4月からは、ブロードウェイ公演が始まり、第69回トニー賞では数々の部門にノミネートされ、ミュージカル作品賞などを受賞した。本作の叙述は単線的ではなく循環的であり、作中の出来事は新しい情報や視点の下で何度も語り直される。ベクダルは本作の構成を迷宮に例えている。同じ題材を繰り返し探索する。ただし外角からスタートして、螺旋を描くように物語の核心に近づいていく。ナンシー・K・ミラーは、米国現代語学文学協会紀要に掲載された回想録と事実の関係についての論考で、ベクダルは、同じ場面やテーマを再訪することで、記憶を再構成しており、いくつもの記憶の断片を結びつけることの意味が、本作の構造そのものを生み出していると説明した。さらに、本作にはギリシア神話から視覚芸術まで様々な文学作品への隠喩が含まれており、作者の幼少期と思春期に家庭で起きた出来事がこの隠喩のレンズを通して与えられる構造になっている。ミラーによれば文学的テクストを引用した叙述が家族関係の謎を解くための真偽の入り混じった手がかりを与えている。本作はベクダルの家庭に焦点を当てたメモワールであり、特に中心となるのは、父親ブルースとの関係である。ペンシルバニア州の田舎町、ビーチクリークに住むブルース・ベクダルは、葬儀屋と高校の英語教師を兼業しながら、アリソンと二人の弟を育てた。本書のタイトル、ファンホームは、ブルースが祖父から受け継いだ、ヒューネラルホーム及ぶ一家の隠語であり、また同時に、ブルースが家庭を先制的に支配していることへのアイロニーでもある。ブルースが営む二つの職業は、本書の中心的題材である詩と文学に反映されている。本作の冒頭では、ブルース・ベクダルがビクトリア風の自宅の修復に取り憑かれていることが語られる。家の補修への偏愛と、裏腹に家族との間に感情的な隔たりがあることは、冷淡な態度や、時折見せる虐待と言っていいほどの怒りの激発によって伺える。その感情的な距離は、ブルースの隠れた同性愛思考と結びついている。ブルース・ベクダルは、兵役中に同性愛の経験を持ち、高校で教えている男子生徒とも関係を持った。高校生の中には、ベクダル一家と親しくなったり、ベビーシッターを務めた者もいる。ブルースは44歳で妻から離婚を切り出され、その2週間後、パンの配達トラックが走ってくる道路に飛び出して、溺死した。はっきりした証拠はないものの、アリソン・ベクダルは父が自殺したのだと結論づける。本作ではまた、性的自己同一性をめぐるアリソン・ベクダル自身の葛藤が描かれており、アリソンが自分はレズビアンだと気づいて両親にカミングアウトすることで、カタルシスに達する。ベクダルは、子供時代の日記の写し、マスターベーションに関する逸話、恋人ジョーンとの最初の性体験などを通して、自身の性的成熟を包み隠さず描いている。同性愛者という共通点の他にも、アリソンとブルースの父子は強迫性傾向や芸術家気質を共有している。ただし彼らの美的な思考は正反対であった。父がアテナイ人なら、私はスパルタ人。ビクトリア風に対するモダニズム。父はネリー、私はブッチ。短美主義者に対する実用主義者。二人はそれぞれ与えられた性役割に不満を持っているが、それを解消しようとする中でこの対峙関係が緊張を生むことになる。私たちは、それぞれが正当作者だっただけでなく、お互いの統治でもあった。私は、父の男らしくない部分を自分が埋め合わせようとした。その一方で、父は私を通して、女性的な何かを表現しようとした。それは互いに交わらない戦いであり、故に永遠にエスカレートし続ける定めにあった。しかし、ブルース・ベクダルは死の直前に娘と対話する機会を持ち、自らの性的遍歴の一部を吐露する。このエピソードにより、父子の葛藤が部分的に解消されたことが示される。ベクダルは本作の随所で自身が同性愛をカミングアウトしたことが父の自殺の動機になったのかと自問する。それに対する決定的な答えは与えられないが、ベクダルは父親が同性愛を隠していたことと自身が同性愛をオープンにしたことのつながりを事細かに分析し、父に対する負債を明暗両面から明らかにしていく。ベクダルは自身の性的関心を発見した経緯をこう説明している。自分がレズビアンだという認識は19歳の時に本に囲まれて育った私に相応な形でやってきた。作者の性的思考は幼少期からすでに兆候が現れていた。カンヌの海水浴場ではタンクスーツの代わりに海水パンツを履く権利を望み、あるキャンプ旅行では弟たちに自分をアリソンではなくアルバートと呼ぶよう頼む。父親も同性愛行為を行っていたと明かされると、ベクダルは当惑する。私は訳へ押しやられ、私自身のドラマの主役ではなく、両親の悲劇のコミックリリーフになり下がった。アリソン・ベクダルと父ブルースは、それぞれの問題に異なった方法で対処した。ベクダルは、実際に、同性愛関係を持つより先に、その事実を認めたが、父親は、自らの性的関心を隠した。ブルースは、カミングアウトを忌避しており、会話の中身が危険なほど同性愛に近づくと目に恐怖が浮かぶ。本作は性的指向だけでなく、ジェンダーアイデンティティの問題にも触れている。ベクダルが父親をめめしい男と見ていた一方、父親はベクダルが成人するまでずっと娘を女性的な人間に育てようとし続けた。死も、また本作の貴重なテーマである。一般的な子供とは異なり、葬儀屋を営んでいたベクダル家の子供たちにとって死はすぐ手の届くところにあった。アリソン・ベクダルは、父の死が事故なのか自殺なのかと思案し、おそらく意図的に自殺したのだと結論づける。本作において、文学作品からの引用は単なる形式的なものでも、文体上のものでもない。ベクダルはこう述べている。私がこれらの引用を用いたのは、描写の手段とするためだけではない。両親が私にとって最も現実的に感じられたのが小説の言葉で語る時だったのだ。そしておそらく一つ一つの例えよりも距離を置いて鑑賞するかのような私の冷めた態度こそが私の家に漂っていた冷ややかさをよく伝えているだろう。ベクダルは作中で父親との関係をダイダロスとイカロスの神話に重ね合わせる。子供の頃のベクダルは、ゴシックリバイバル風の家に住む一家を、チャールズ・アダムスの漫画に登場する、アダムスファミリーになぞらえていた。ブルース・ベクダルの自殺は、アルベール・カミューの小説、幸福な死や随筆、シーシュポスの神話を援用して論じられる。ブルースが入念に美的かつ知的な世界を構築したことは、スコット・フィッツジェラルドのグレート・ギャツビーに例えられる。またベクダルは、父ブルースは、電気ザ・ファーサイド・オブ・パラダイスに見られる、フィッツジェラルドの人生を、自分の人生のひな形にしたのではないかと示唆している。ブルースの妻である母ヘレンは、ヘンリー・ジェームズの小説、ワシントン・スクエアや、ある婦人の肖像の主人公に例えられる。ヘレン・ベクダルはアマチュア女優であった。本作はヘレンが演じた舞台を描くことで、彼女の結婚生活の様相を浮かび上がらせている。ヘレン・ベクダルが夫ブルースと出会ったのはじゃじゃ馬ならしの学生公演であり、作者アリソンはこれが後の結婚生活を予兆するものだったと暗示している。地元の劇団が上演した真面目が肝心でヘレン・ベクダルが演じたブラックネル恐怖人役はやや詳しく描写され、ブルース・ベクダルはオスカー・ワイルドに例えられる。ブルースの同性愛への論考では、マルセル・プルーストの失われた時を求めての隠喩が用いられ、父子が共有する芸術思考と強迫性傾向を描く場面では、E.H. シェパードが楽しい川辺に描いた挿絵が言及される。ブルースとアリソンは、それぞれの性的思考をそれとなく知らせ合うために、同性愛者の回想録を使っている。ブルースがまず娘に、コレットの自伝的な著作集アースリーパラダイスを貸す。その直後、アリソンは図書館で借りたケイト・ミレットの自叙伝フライングを実家に置き忘れ、返却するよう父に頼む。これはアリソンの言葉によれば無意識ながら雄弁な意思表示であった。最終章に至って再びダイダロス神話が惹かれ、アリソン・ベクダルは自身をジェームズ・ジョイスのユリシーズに登場するスティーブン・ディ・ダロスに、父親をレオポルド・ブルームに例え、それと並行して神話のテレマコスとオデュッセウスに言及する。小タイトルもすべて文学からの引用である。第1章オールド・ファーザー、オールド・アーティフィサーは、ジョイスの若き芸術家の肖像の一節から惹かれており、第2章Aハッピーデスは、同代のカミューの小説を元にしている。第3章ザットオールドカタストロフィーは、ウォーレス・スティーブンズの日曜の朝の一節から取られた。第4章インザ・シャドウ・オブ・ザ・ヤング・ガールズ・イン・フラワーは、プルーストの失われた時を求めての一巻の題名を英語に直訳したものである。この題は一般には、ウィズ・イン・A、バディング・グローブと英訳される。文章の中で、明示的に行われる文学からの引用の他に、絵の中でもテレビ番組などのポップカルチャーからの引用が行われている。コマの背景に描かれたテレビの画面に当時の番組が映っている場面は多い。引用された中には素晴らしきかな、人生。セサミストリートのバートとアーニー、ヨギベア、怪鳥人間バットマン、ロードランナーとワイリー・コヨーテ、リチャード・ニクソン大統領の辞任を伝えるニュース、いたずら天使がある。ファンホームは、黒の線画と灰色がかった青のウォッシュで描かれている。ショーン・ウィルジーは、ベクダルの作画を、ロバート・クラムを思わせるディテールや、伝達の画力が、著者独自の真剣味や複雑な感情、新奇な手法と組み合わされていると書いている。ダイアン・エレン・ハマーは、ゲイ&レズビアン・レビュー・ワールドワイド誌への寄稿で、キャラクターを非常にシンプルに、かつ明確に区別できるように描くベクダルの作風と、それと対照的な背景におけるディテールへの配慮に言及した。ベクダルはコミックスジャーナルのインタビューに答えて、本作の一つ一つのコマに込められた情報量の多さには明確な意図があったと述べた。私にとって非常に大事なのは、文章を読むのと同じように、ゆっくりと意味を紐解くやり方で絵を読むことができるということです。読み取る情報がないような絵は好きではありません。私が描きたいのは、読まなければならない絵、読み解く必要がある絵、時間をかければならない絵、読者が迷い込んでしまうような絵です。そうでなければ意味なんかありません。ベクダルは、本作の制作に7年の期間を費やした。作画手法は、手が込んでいて時間がかかるものだった。ベクダルはまず、アドビイラストレーターで原稿に枠線を引き、そこに文章を配置するとともに人物を大雑把に描き込んでいった。リファレンス写真が多用され、多くのコマでは、ベクダル自身が人物のポーズをとってデジタルカメラで撮影した。背景についても、例えば1976年7月4日に、クリニチビレッジの屋上から見た花火を描いたコマでは、問題の建物から、当時のニューヨークの街並みを写した写真を Google 画像検索で探してリファレンスにしたという。またベクダルは家族写真や手紙、地元の地図、子供の頃書いた日記など多数の資料を丹念に模写して叙述に使用した。1ページ分の下書きが出来上がるとプレート仕上げのブリストル市場にペンでトレースしてコンピュータに取り込んだ。さらに別の水彩画用紙にグレーブルーのウォッシュを描き、フォトショップで線画と重ね合わせた。青みがかった色が選ばれたのは、表現の幅が広く、また題材にふさわしい、沈んだ哀愁のある色だからである。ベクダルは、このように緻密な制作手法を取った理由を、抑えがたい強迫性傾向のためだとした。本作の初版は2006年6月8日に、ホートン・ミフリンから、ハードカバー本として刊行された。同書は2006年6月18日から7月1日にかけて2週間にわたってニューヨークタイムズのベストセラーリストのハードカバーノンフィクション部門に名を連ねた。その後も売れ行きは順調で2007年2月までに5万5,000部が発行された。英国では2006年9月14日にランダムハウスのインプリントであるジョナサン・ケープからトレードペーパーバック版が刊行された。2007年6月5日には、ホートン・ミフリン傘下のインプリント、マリナーブックスからペーパーバック版が刊行された。フランスでは、2006年夏にパリのリベラシオン紙に、コリン・ジュルベとリリシュタインによる翻訳版が連載された。連載終了後、同年10月26日にエディションズでノアールから単行本が刊行された。2007年1月にはアングレーム国際漫画祭において本作が最優秀作品候補に選出された。同月、トゥールのフランソワ・ラブレー大学アングロフォン研究学科の主催により、ベクダルの著作に関する学会がパリとトゥールで開催された。そこでは、本作がパラドキシカルな緊張をはらんだ奇跡の工作として、またパラテクストである絵と相互作用するテクストとして、あるいはドラッグをメタファーとして用いた意味の探求としてなど様々な観点から分析された。後にこれらの研究はベクダルとその著作を題材とする他の論文とともに査読付き学術誌グラッド上で交換された。2007年1月、リッツォーリ社からイタリア語版が刊行された。ブラジルでは2007年にコンラードエディトーラからポルトガル語版が刊行された。2008年1月にはキーペンホイヤービッチからドイツ語版が刊行された。その他、2008年時点でハンガリー語、朝鮮語、ポーランド語への翻訳が行われており、中国語版の刊行も予定されていた。2012年の春学期、ベックダルはシカゴ大学において文学研究者、ヒラリー・シュートと共同で、ラインズ・オブ・トランスミッション、コミックス&オートバイオグラフィーと題する講座を開いた。2011年3月、小学館集英社プロダクションから椎名ゆかりの翻訳による日本語版が刊行された。同年の第15回文化庁メディア芸術祭漫画部門では、本作が全4作の優秀賞の一つに選出された。海外作品がこの賞を受賞したのは初めてのことだった。主査である漫画家斉藤千穂は本作を日本で脈々と続いている映画的な漫画の描き方とは異にする小説的な描き方、唯一無二の漫画空間と評した。ファンホームミュージカル版の日本初公演を翌年に控えた2017年12月には新装版が刊行された。評論家の小野康生は2018年がアイマン賞の特別賞に新装版を選出し、小回りさえしっかりしていれば、どんな表現も可能であることを証明した、秀作、きめの細かい苦心の翻訳と評した。本作は多くの媒体で好意的な批評を受けた。ロンドンのタイムズは本作を意義深い重要な本と呼び、サロン.comは美しい、かけねなしの傑作と評し、ニューヨークタイムズは書評2編、特集記事1編を掲載した。ショーン・ウィルジーはニューヨークタイムズの批評で本作を2つのジャンルに様々な点で新しい地平を開いた先駆的な作品、言葉を愛する人々のためのコミックブックと評した。ジル・ソロウェイはロサンゼルスタイムズへの寄稿で本作を全体として称賛したが、引用で埋められた文章が時にやや不明瞭だと述べた。同様にカナダのオンラインマガジンザ・タイは物語を様々なギリシャ神話やアメリカ文学、あるいは古典戯曲に結びつけようという語り手の主張が作為的で強引だという印象を記した。対照的にシアトルタイムズのレビュアーは文学からの引用を肯定的に圧倒的な文学的素養と評した。ヴィレッジボイス紙は以下のように評した。本作はコミックスというメディアが自伝的な物語をどれほど効果的に伝えることができるかを示している。絵と言葉を単純に同期させず、二つのパートによって語るのはコミックスに特有の叙述様式で、これにより膨大な情報を圧縮して表現することが可能となる。本作はニューヨークタイムズ、Amazon.com、ロンドンのタイムズ、ニューヨークなど複数の媒体で2006年のベスト書籍リストに選出された。パブリッシャーズ・ウィークリーは本作を2006年のコミックブックのベストに挙げた。サロン.comは本作を2006年にデビューしたノンフィクションのベストに推し、以下のように評した。ファンホームには、悔恨、同情、苛立ち、挫折、哀れみ、そして愛が散りばめられて揺らめく光を放っている。それも、大抵は、すべてが同時に。そこに必ず顔を覗かせるのは、自分自身を偽らず、自分を育てた人々も正しく描くという不可能に近い課題に対する新人で優れて文学的なアイロニーである。エンターテインメントウィークリーは本書を2006年のノンフィクション本のベストに選び、タイムは2006年の書籍ベストに挙げて、思いもよらなかった2006年の文学的成功。一つの屋根の下で全く別の世界に生きていた二人と彼らの互いに対する密かな負い目を描いた傑作と呼んだ。ファンホームは2006年の全米批評家協会賞メモワール、自伝部門の最終選考に残った。2007年には LGBT 関係の文学賞を4つ受賞した。2007年のアイズナー賞では本作が実話を元にした。作品部門の最優秀作品に選ばれたほか、グラフィックアルバム部門にノミネートされ、ベクダル自身は最優秀ライターアーティストの候補に挙げられた。2008年、エンターテインメントウィークリー誌は1983年から2008年までに刊行された書籍のベスト100を集めた現代の古典リストの第68位に本作を挙げた。ガーディアンはすべての人が読むべき小説1000作に本作を取り上げ、美しく描かれたディテールに言及した。2009年、ロンドンのタイムズ・エンターテインメントウィークリー、サロン.comらは本作を2000年代のベスト書籍リストに載せた。また、ジオニオンの AV クラブは本作を2000年代のベストコミックブックの一冊として挙げた。2010年、ロサンゼルスタイムズが運営する文学関係のブログ、ジャケットコピーは本作をゲイ文学の古典20作品に含めた。2006年10月、米国ミズーリ州マーシャルのある住人がファンホーム及びクレイグ・トンプソンのブランケットの2冊のグラフィックノベルを市の図書館から取り除くよう運動を行った。除去支持派はそれらの本をポルノとみなしており、子供がそれらを読むことを懸念していた。マーシャル市立図書館の館長エイミー・クランプはこれら2冊が定評ある書評誌によって高い評価を受けていることを指摘し、除去の要求を、検閲という、滑りやすい下り坂への第一歩と呼んだ。2006年10月11日、市立図書館の理事会は、資料選出方針を策定するための委員会を設置し、新方針の発行まで2冊の利用を停止した。委員会は、偏見に基づくラベルの調布や、資料の隔離システムの作成は行わないと決定し、方針案を理事会に提出した。2007年3月14日、マーシャル市立図書会理事会は、評決により、問題の2冊を書架に戻す決定を下した。ベクダルは、この閲覧禁止の試みを非常に光栄と呼び、この事件は、グラフィックノベルという表現形式が新しく、生まれ変わる大きな過程の1コマだと述べた。2008年、ユタ大学の講師が、中級英語講座、英語文学の表現形式の批判的紹介のシラバスに課題図書としてファンホームを載せた。一人の学生がこれに抗議し、宗教面の配慮に関するユタ大の方針に基づいて別の課題図書を与えられた。後に、その学生から連絡を受けた地域の団体、ノーモアポルノグラフィは、同書をシラバスから除外するためにオンラインで請願運動を展開した。ユタ大英語学科の学科長、ヴィンセント・ペコラは、本書と講師を擁護し、シラバスから除外する計画はないと述べた。2013年、サウスカロライナ州の保守主義団体パルメット・ファミリーが、カレッジ・オブ・チャールストンにおいて、新入生への推薦図書リストに、ファンホームが挙げられたことに対する抗議を行った。パルメット・ファミリーの代表オラン・スミスは本書を、ポルノ的と呼んだ。ベクダルはこれに対し、ポルノは性的興奮を与えるために作られたものだが、自作は異なると反論した。同大学のプロボストであるリンフォードは、ファンホームを擁護し、特に同作がアイデンティティをテーマの一つとしていることは、大学一回生が読む本としてふさわしいと述べた。しかし、それから7ヶ月後、共和党が優位を占めていたサウスカロライナ州下院の歳入委員会は、本書を推薦したことへの懲罰として、同大学への交付金から、下記の読書プログラムの予算$52,000を削減した。削減を提案した下院議員、ゲイリー・スミスは、チャールストン大は本書を推薦することで、ゲイやレズビアンのライフスタイルを広めていると発言した。同じく削減を支持した下院議員スティーブン・ゴールドフィンチは、この本は保守主義者の自由を踏みにじっている。この本を、特にその絵を教育に用いるのは行き過ぎだと述べた。ベクダルは、この交付金削減を、悲しく、馬鹿げたことと呼び、本作が、結局のところ、この種の教養が、人々の人生を、どのように損なうかを扱ったものだと指摘した。下院本会議は、採決によって、この削減を維持した。チャールストン大の学生や教員は失望と異議を、表明し、同大の学生自治会は全会一致で交付金削減を取り消すよう訴える決議を採択した。10グループに上る言論の自由の擁護団体は連合してサウスカロライナ州上院財政委員会に書状を送り、交付金を元通りにするよう訴えるとともに、立法府の一員が教育プログラムの一要素に賛成しなかったというだけの理由で、州立の教育機関に財政面でペナルティを課すのは、教育的に見て不健全であり、また憲法上の疑義を与えると警告した。1週間に及ぶ論議の末、上院での議決により交付金の削減は取り消されたが、その用途は合衆国憲法及び論文集、ザ・フェデラリストの研究に振り返られた。また、チャールストン大に対しては、宗教的、道徳的、文化的信条によって、課題図書を拒絶する学生に対して、代替図書を提供することが義務付けられた。ニッキ・ヘイリー州知事はこの予算配分による大学へのペナルティに承認を与えた。2015年、デューク大学において、2019年夏季の課題図書に本書が指定された。複数の学生が、道徳的もしくは宗教的な理由によりこれを拒絶した。本作はリサクロンの脚本、ジニーン・テソーリの音楽によりミュージカル化された。制作は2009年のオーハイ脚本家カンファレンスにおけるワークショップで行われ、2012年にサンダンスシアターラボやザ・パブリックシアターのパブリックラボでワークショップ公演が行われた。2013年9月30日。オフブロードウェイのザ・パブリックシアターにおいて、ミュージカル版、ファンホームの初上演が行われた。演出は、サム・ゴールド、主演は、マイケル・サーベリスとジュディ・クーンであった。アリソン役は3人の女優によって演じられた。ベス・マローニが演じる壮年のアリソンは、自らの半生を振り返って語る。アレクサンドラ・ソーシャ演じる、中アリソンはオーバリン大学に通いながら、自らの性的指向を認識する。子供時代のアリソンは10歳のシドニー・ルーカスによって演じられた。この公演は好評を博し、公演期間は数回延長されて2014年1月12日まで続いた。このミュージカル作品は2014年のピューリッツァー賞、戯曲部門の最終選考に残ったほか、ルシール・ローテル最優秀ミュージカル作品賞、ニューヨーク演劇批評家協会賞最優秀、ミュージカル賞、オビー賞ミュージカル作品賞を受賞した。アリソン・ベクダルは、7 Days が見に、ミュージカル化について1ページのコミック作品を描いている。2015年4月から、サークル・イン・ザ・スクウェアにおいて、ブロードウェイ公演が始まった。この公演は2015年、トニー賞をミュージカル作品賞を含む5部門で受賞し、2016年9月10日までに26回のプレビュー上演と582回の通常公演を行い、2016年10月から国内ツアーを開始した。カレオスカリ・マッティラはアトランティック市への寄稿で、このミュージカル公演のマーケティングキャンペーンは原作のクィアな叙述を強調するよりぼかしていると論じた。ネリーとブッチはそれぞれ女性的な男性、男役のレズビアンを指す言葉。ワンピースの水着の一種。滑らかな厚手の板紙。同誌では、マルジャン・サトラピのペルセポリスも連載されていた。グループでリシェルシェズ・アングロ、アメリケンズ・ゲツアーズ、トゥール・エイベイ研究グループキリスト教団体である、フォーカス・オン・ザ・ファミリーや、ファミリー・リサーチ・カウンシルと提携していた。10団体は以下の通り。全米反検閲連盟、サウスカロライナ州アメリカ自由人権協会、全米大学教授協会、米国現代語学文学協会、アメリカ図書館協会大学、研究図書館部会、表現の自由のためのアメリカ書籍販売者基金、コミック弁護基金、アメリカ出版協会、全米英語教師協議会、アメリカ図書館協会。ありがとうございます。